皆さんこんにちは。台風16号が接近している中でですね、横浜川崎市で大雨警報も出ているようになりまして、もしも台風をしっかり取っていかなきゃいけないと思いますが、そうした中、10月に入りましたが、9月の定例会ということでご招待いただきありがとうございます。まずはじめにですね、新型コロナウイルス感染症の状況について、報告させていただきます。すでにご承知の通りだと思いますが、本州を含む神奈川県につきましては、というよりも全国的ですね、昨日9月30日をもって、緊急事態宣言解除をされました。本州の感染者数はですね、8月中旬から下旬にかけて、若い世代を中心に急増しまして、8月の合計がですね、過去最多の4504名となっておりまして、10件のクラスターが発生するなどですね、今年1月に1217名というのが過去最大の月のですね、陽性患者数でありましたが、そこをはるかに超える、大変危機的な状況だったというふうに認識しております。9月につきましては、ワクチンの接種がですね、進んだことに、だことや市民の皆様の外出自粛等のですね、ご協力によりまして、新規の感染者数は減少傾向にございます。一方でですね、本市のモニタリング指標については、ステージ4の基準値を上回る指標もですね、まだございますので、油断できない状況にあるというふうに認識しております。例えば人口10万人当たりの療養者数とか、直近1週間の陽性率、直近1週間の感染経路不明者の割合などはですね、ステージ4の基準を超えているので、しっかり注視しなきゃいけないなと思っております。感染力の強い変異株はですね、油断いたしますと一気に感染者が増えてくるというのが今回のですね、これまでの状況からも把握しておりますが、市民の皆様にはこれまでもですね、ご負担やご不便をおかけしておりますが、引き続きですね、うつさないを合言葉にいたしまして、気を緩めずにマスクの着用や手洗い、うがい、換気等のですね、一人一人が実行可能な感染防止対策を行っていただきますようお願いしたいたします。なお、昨日緊急事態宣言がですね、解除されたことから、これまで休止としておりました市の施設に関しましては、本日から感染防止対策を徹底した上で順次開館してまいります。市民の皆様には長い間、8月の6日以降ですね、市の施設の閉館を続けておりましたので、ご不便やご迷惑をおかけしたことをですね、お伝えしていきたいというふうに思います。続きまして、新型コロナウイルスワクチンの接種についてでございます。65歳以上のですね、高齢者へのワクチン接種につきましては、9割以上の方がですね、1回目、2回目の接種をですね、終えることができまして、現在は12歳以上の全年齢を対象とした予約を受け付けております。11月末までのですね、希望する市民の皆様の接種完了を目指しておりまして、多様なライフスタイルに対応できるように、交通の利便性のですね、高い集団接種会場の設置や夜間における接種を実施しております。また大規模接種会場におきましては、9月の27日からですね、毎日接種を行うとともに、接種するブース数を増加するなど、設置予定数を大幅に拡充してまいります。例えばグッディプレイス相模原ではですね、週に9660回受けたところを14700回、小田急ホテルセンチュリー相模大野は3720回だったところを8520回と、数とですね、数を接種数を増やしてまいりますので、またご理解いただきたいと思います。このほかですね、報道の皆様にも、常々、市民の皆様にですね、報道いただいておりますけれども、妊婦とその他家族や、受験生の皆様へのですね、優先接種をですね、行っているとともにですね、知的障害者の方、また精神障害者の方をですね、対象とした専用のですね、臨時接種会場を設置するなど、さまざまなですね、状況にある方に対しまして、寄り添いながら、積極的に接種が受けやすい環境づくりにですね、今後も努めてまいりたいというふうに思っております。こうした取り組みなどによりまして、10月中旬にはですね、
全接種対象の8割の方へ1回目の接種が実施できる体制が整ったと考えております。接種を希望する市民の方はですね、予約枠に空きがございますので、おとといですかね、水曜日にも2万6800回のですね、分の、予約枠を空けましたが、まだ予約に、空きがありますので、ぜひこの機会を通じてまた市民の皆様に、接種希望の方にはですね、お申し込みいただきたいというふうに思います。まあ、引き続きですね、市民の皆様のお声をしっかり受け止めながら、そして寄り添い対応を進めてまいりたいと思いますので、またよろしくお願いしたいと思っております。次は昨日参加いたしました9月定例会議についてであります。8月24日からですね、9月30日までの38日間にあたりまして、令和2年度の各会計の決算やですね、新型コロナウイルス感染症に対応していただいている医療機関への支援、市民の皆様へのワクチン接種の加速、テレワークの推進、そして地域経済活性化のための事業に要する経費などをですね、計上した2件の補正予算など計28件の議案を提案し、活発なご審議をいただきました。議員の皆様からいただきましたご意見を受け止めまして、引き続き市民の生命と財産を守るための取り組みを進めてまいります。次はお手元に、資料をお配りしておりますが、相模原市行財政高価格プランについてでございます。プランはですね、今年の4月に、策定しましたが、市民の皆様のご理解を深めていただけるよう、また議会からもですね、対話の機会のお話を、多くいただいておりまして、私もそのことで日頃から心がけていることでございますが、10月27日からですね、12月22日の間、市内4カ所におきまして説明会を開催したいと思っております。私も出席しまして、自らの言葉でですね、説明をさせていただきまして、市民の皆様からの質問にお答えする時間もですね、設けておりますので、より多くの方にですね、ご参加いただきたいと思います。皆様のお手元にもあるかもしれませんし、昨日発表いたしましたが、この相模原市行財政構造改革プラン、これ漫画をですね、漫画で表現したパンフレットを作成いたしました。ぜひこちらもですね、多くの市民の皆さんに ご覧いただいて、そして、行財政構造改革、ちょっと難しい言葉だけど、どんな内容なんだかということをですね、市民の皆さん、そして議会の皆さん、にもですね、ご理解いただきながらですね、厳しい改革でありますが、前へ進めて、この改革が明けた後にはですね、やはり未来の展望がしっかり見えてくるんだということを伝えていきたいというふうに思います。また、昨日からですね、市のホームページも今言ったように配信しておりますし、印刷物につきましても完成次第ですね、まちづくりセンターや、公民館等で配布してまいりますので、ぜひ市民の皆様にご覧いただきたいというふうに思って、おります。他にもですね、相模原の未来を担う子どもたちに、相模原市のですね、将来を一緒に考えて理解を深めてもらえるようにですね、対象小学校高学年程度といたしました子ども向けのパンフレットもですね、現在、作成を進めておりまして、11月中央には完成するんではないかというふうに思いますが、今回のやつは全世代版で約8ページでありますが、今度のですね、小学校高学年程度のやつは32ページとかなり、太い、というか分厚いやつになってまいりますので、ぜひ完成をお楽しみいただいて、お子様でもですね、児童でも見て分かるような、この行財政構造改革、まずはこれから納税が始まるですね、児童生徒の皆さんにもご理解いただいて、相模原市が今こういう環境にあって、これからどういうことを目指していくのかというのをですね、一緒に考えて、で共に相模原市のですね、未来を考えていただける力になってほしいなと思いますし、子どもたちのそういった対応もですね、考えていきたいなというふうに思っています。次は本市の SDGs に関する取り組みについてでございます。これまでもですね、 SDGs の推進室を設置したり、理事職をですね、作ったりいたしまして、昨年の未来都市になって以降ですね、非常に積極的に日本一の SDGs を目指してですね、推進室を中心にさまざまな取り組みを進めていただいておりまして、 SDGs のパートナー制度の創設とかですね、
あとは自治体初のですね、SDGsカードゲームの開発などですね、相模原市独自の取り組みを進めてまいりましたが、まあ、本日はですね、3つの新たな取り組みをご紹介したいと思っておりまして、お手元の資料をですね、ご覧いただきながらお話を聞いてもらいたいと思います。1つ目がですね、今月の8日に予定しておりますフードバンク神奈川と三井住友海上火災保険株式会社とですね、相模原市とのですね、食品ロス等の削減に向けた協定の締結についてでございます。こちら全国初の取り組みとなりますので、ぜひ、取材をいただきながら、また皆様からさまざまなご意見もいただきたいなと思っていますが、まあ、これはですね、三井住友海上火災保険が提供する保険に加入しております物流事業者がですね、運送中に事故をですね、起こした場合、もちろん起こさない方がいいんですが、万が一起こした場合ですね、発生する食品等の損害品をですね、フードバンク神奈川に寄贈することによりまして、食品ロスの削減とですね、市内の生活困窮者等へのですね、支援につなげるという、まあ、全国初の取り組みとなっておりますので、まあ、ぜひ8日のご取材もお願いしたいというふうに思います。2つ目はですね、市内の小学生が、途上国に生きる12歳をですね、テーマに作詞しました合唱曲、The Message from 12 Years Old の動画についてでございます。こちらも私も8分ほどの動画を見させていただきましたが、とてもなんていうかね、この時代に生きるですね、日本に生きていきながら、この同じ世代の12歳のですね、途上国で、生きている同世代の子供に向けた、本当に素晴らしいメッセージだと思いますので、ぜひ皆さんも視聴いただきたいなと思っています。このですね、合唱曲は一人の児童がですね、SDGs について学ぶ過程で、神奈川県のユニセフ協会の授業を受けて感じたことを作詞いたしまして、教員が作曲したものでございます。コロナ禍で披露する機会がありませんでしたので、ユニセフ協会でですね、ボランティアをしておりました音楽大学の学生が合唱いたしまして、ユニセフ協会が相模原市内を独自として動画を作成したというふうに聞いております。児童のですね、純粋でまっすぐな思いが多くの人の心をですね、動かして完成した素晴らしい作品に仕上がっているなというふうに思っております。まあ、本日からですね、ユニセフ協会と本市 SDGs の特設サイトで公開しておりますので、まあ、先ほどお伝えしましたが、多くの方にご覧いただきたいなと思います。3つ目はですね、SDGs を推進する自動販売機の設置についてでございます。まあ、すでに本庁の1階にはですね、フードロス対策を中心としたコカ・コーラ・ボトラーズのですね、自動販売機も設置しているところでありますが、市内のですね、SDGs パートナー9社の皆様にですね、ご理解いただく中で、パートナー間のですね、連携の一つといたしまして、ここコカ・コーラ社もうちの SDGs パートナーでありますので、パートナー間の連携でですね、誰もが気軽に SDGs に貢献できることをコンセプトといたしまして、売上の一部が市にですね、寄付される仕組みの自動販売機を、まあ、それぞれのですね、事業所内に設置をいただきました。まあ、ぜひですね、先日も設置いただいた、医療関係者の方がお越しになりましてお話をお聞きしましたが、まあ、みんな目新しい、自販機なんで、非常に患者さん等も含めて関心をお持ちですよってお話をいただいておりますので、ぜひこちらもですね、これからもっともっとパートナー間の連携の一策としてですね、広めていきたいというふうに思います。まあ、SDGs をですね、推進するためには、これらのようにですね、市民、企業、団体の皆様が連携して、できることからですね、意識してやってみることが重要というふうに思います。本日といたしましても、引き続きですね、市民等の皆様に SDGs を知ってもらえるよう普及啓発に取り組むとともにですね、企業等との連携に努めてまいります。また推進室の方ではですね、これからまださまざまな SDGs のですね、仕掛けを考えておりまして、また随時発表できる段階になりましたら、しっかりまたお伝えしていきたいというふうに思います。次はですね、お手元にお配りをさせていただきました防災ガイドブックの改定についてでございます。まあ、約6年ぶりの改定となります、こちらの相模原防災ガイドブックでございますが、
まあ、近年はですね、局地豪雨による被害が増加するとともにですね、気候変動による自然災害も懸念されておりまして、まあ、令和元年にですね、津久井地域を中心に甚大な被害を発生させた東日本台風はですね、記憶に新しいところでございます。そこでですね、台風等のですね、災害の発生に備えて、ご自身やですね、ご家族がいつ、どこに、どのように避難をするのか、まあ、あらかじめ決めておきますマイタイムラインの作成方法やですね、記入用のシートを今回新たに追加をさせていただきました。またですね、避難所と避難場所の違い、これ意外と市民の皆さんにまだご理解いただいてないと思いますが、こうした基本的なお話かもしれませんが、避難所と避難場所の違いをですね、しっかり分かりやすく打ち出した形でもありますし、また感染症対策にも通じるですね、分散避難のですね、考え方や、新たな避難情報、昨今の災害を踏まえて早めの避難の重要性についてもですね、記載をいたしましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。10月の4日からですね、1ヶ月間ほどかかりますが、順次、タウンプラスかな、タウンプラスで市民の皆様へポスティングによる全校配布を、行ってまいりますので、防災に関するですね、正しい知識の習得と日頃の準備にですね、お役に立てていただきたいというふうに思っておりまして、この冊子の左上には穴が開いてますので、紐を通してですね、ぜひご家族の 見えやすい場所にですね、置いていただきたいなというふうに思います。で、最後になりますが、10月5日に行います本市の中山間地域に関する報告会についてでございます。まあ、5月の会見時にもですね、お話をさせていただきましたが、公募によるですね、若手職員で構成する29名のワーキングがですね、約半年間、緑区のですね、中山間地域における働き方、暮らし方、遊び方、つなぎ方の4つをテーマといたしまして、地域住民との意見交換や現地視察等をですね、重ね、議論をしてまいりました。緑区のですね、移住・定住の促進はいやですね、7月2日から、テレワークというのもですね、新しく国のでも今、実験を行っておりますが、まあ、来訪者の増加につながるユニークなですね、提案が期待できますので、まあ、ぜひ10月5日の報告会には、このマスコミの皆様にもご指導いただいてですね、相模原市のですね、魅力づくり、我が手も今一生懸命頑張っていろんな知恵を出していただいてますので、ぜひご視聴いただきたいなと思っております。私からは以上でございます。